どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはこのちっちゃいウクレレでどんな方もあっという間に楽しく音楽できちゃうよということで日々簡単レッスン公開しています。今日もモリモリいきますよ。さあ皆さんお知らせ、いつも使ってるこの G ラボのね、今日はこのガズモデルとは、初めてウクレレ使ってくるんですけど、この G ラボのウクレレ土地ただいま大好評で販売と予約受付中。皆さん、公式ホームページ見てみてください。概要欄に貼っておきます。はい、これ最強最高のウクレレたちですからね。そして今日から三重県の長島というところで G ラボウクレレのポップアップショップがオープンしてますからね、ぜひ皆さん足を運んでください。これも概要欄に貼っておくんでチェックよろしくお願いします。さあ今日のレッスン入っていきましょう。今日はいいですよ。めちゃめちゃもうビートを聴かせたロック、リンドバーグの Believe in Love やっていきましょう。90年代初頭といいますかですね、これはね来ましたね。皆さんめちゃくちゃ気持ちがいい爽快なロックナンバー、ビートロックやっていきましょう。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者さんの方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやります。とはいえこれ結構このねノリが大事なんでね、ある程度の速さはありますけどできると思います。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンはですねかなり奥が深いことになっていますよ。2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高ですけどやる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルはどんな人でもあっという間に本当にできますからね。私もできるかな、私不器用なんだけど、できますと。すぐ始めましょう。概要欄にすぐ始められるあのガズレレのレッスンの講座のね URL 貼っとくんでスタートしてください。そしてそこにはねもう2000曲ぐらいのねビッグも課題曲がアップロードされてるんですよ。どうせ練習するなら好きな曲でやった方がいいじゃないですか。そういうことで皆さんのやってみたい曲、大好きな曲スペースガズレレというような感じで YouTube で検索してもらうときっとヒットすると思います。ちょっとやってみてください。さあそれではレッスンの方入っていきましょう。リンドバーグの Believe in Love ガズレレ式超シンプル簡単バージョン、ゆっくりめやってみる。
のビリビンラブガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いやー熱いですね。なんか本当曲にさ力があるっていうか、もうみなぎってきますよね、力が。そういうのをこのウクレレ一本で力強く再現していきましょう。今のアレンジはですね、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジで、まあ1番やって、本当は2番があるんですけど、2番をショートカットバージョンにさせていただいてるんですけど、フルコーラスで私やってみたいなという方、まずはこのガズレレ版で練習していただいて、慣れてきたら1番とコード進行一緒ですから、2番の歌詞を書き加えて、オリジナルの楽譜を作ってね、だんだん練習していくのがいいと思うんですけど、まずはガズレレ版で練習してみてください。ガズレレ動画には歌詞とコードが出てますからね、それを見ながらこれで練習してもらって、1個目のゴール設定としては、まず簡単版のガズさんと一緒に弾いて、ウクレレ弾いて歌う、弾き語り合わせてできるのがすごいと思います。これなかなかですね、何がすごいかって結構畳みかけてくるんですよね。勢いがすごいです。息する暇ないです。サビとかやってみたら分かると思うけど、どこでこれ息するのかな。ベリーブランキーと誰もが悲しみの夜はずっと続いてるんです。これはなかなかですね、肺活量が腹式呼吸でいかないと、なかなかのことでございます。はい。その辺も楽しんでください。はい。そしたらね、今のね、簡単バージョン一緒にできるようになった方はおめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを丸暗記するのはなんかやっぱ大変でしたよ。まずは楽譜練習ですね。楽譜を見ながら何回も何回もやって、いずれ自分の中に落とし込んじゃって、大空に向かって、ビリーベラー歌うのがいいと思うんですけど、これね、楽譜じゃあどこにあるんだろうってことだと思うんですけど、安心してください。今の演奏は、はい、ガズのノート、手書きで書いてるノートを見ながら演奏していきました。はい、Believe in Love、はい、リンドバーグです。さあ、こんな感じ、結構ね、ぎゅうぎゅうですよ。これをね、見ながらやったんですけど、もうちょっとしたら、こんな風にカメラに映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたビリビリラブを含め、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックの中から、毎月5曲お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードして、すぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回、全世界中のこのガズクラブメンバーが集まって、ワイワイセッション、課題曲を決めて、もうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会、ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい。それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がってます。メンバーのコラムも、スタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるで、そんなものも盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っつうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信。これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で、毎週2回45分のライブ配信。テーマを決めて、ものすごくマニアックに、わかりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと、毎朝7時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開してるということで、毎朝7時半から365にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ、楽譜を見ていきましょう。Believe in Love, Lindbergh, ガズレレ流の簡単楽譜でございます。さあ、見ていきましょう。これ、イントロなんですけどね。CGE-7FFG7。これ、印象的ですよね。これを、まあ、2回繰り返すと。そして、ここから歌に入っていくんですけど、今日ちょっと特徴があって、この歌の中、ワンブロックの表記がちっちゃいですからね。1234、1234、1234という風になっていきます。これが今日のキーポイントですね。はい。そしてちょっと見てもらうと、ここにタブーっていうね、こう楽譜があるんですけど、これかっこいいバージョンでここでフレーズを弾いていきます。で、あとここにタッタッタとかね、ちょっといろいろここタッタって書いてあるんですけど、これかっこいいバージョンではこれね、ちょっと弾き方を変えてるんですね。ここら辺もちょっとこれ見てもらうと、タとかいろいろ書いてあるでしょ。これ後で解説しますけど、下に書いてあるメッセージをかっこいいバージョンで、使うメッセージです。ただし止まるとかそういうのはね、関係ないんですけど、はい。そこをちょっと最初に確認してもらってもらって、こうやって写しておくので皆さん一時停止などしていただいて書いてください。そして今紹介させてもらったガズクラブでこの楽譜をダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ脅威有効。ガズのノートの特徴はいつもそうなんですけど、この V マークとかこれがねリズムが分かるようになってますね。真夜中にうん
うん、泣きながらドアたたく。はい、こんな感じでリズムがわかる。あと歌詞カードの表記にね、こう伸ばすところ、歌詞の伸ばすところとか、そんなのヒントが、満載なこの画像のノート、ぜひ皆さんダウンロードしてご活用ください。お時間ある方は書いていただくといいと思います。まずじゃあこの1番の A、イントロ1番 A、1番 B から、B まで。いいですか？はい、OK。じゃあ次、一時停止でね。で、サビ。サビのこの言葉が詰まってんですよ、これが。息する暇がないぐらいの凄さでございます。で、この下に書いてあるやつをこれね、ちょっと、構成がサビもう一回繰り返すんですね、後で。で、繰り返した時にここ決めを弾きながらということなんですけど、今のシンプル簡単バージョン、ちょっとテロップで確認してもらいたいんですけど、ちょっと伸ばし気味の、いかにも最後だぞという感じのアレンジになります。ちょっとこれは、かっこいいバージョンの決めが書いてあるんですけど、簡単バージョンはちょっとテロップでね、再現しているんで、ちょっと見てみていただければと思います。なんでこれ2回繰り返してます。最初の1回目は普通に弾いて、2回目はこの決めを入れながらということになってます。はい。で、まぁ、ちょっとまず、1回目として、感想を言って、イントロと同じですね。ほんで、ここ、ブリッジパート。ここはちょっとね、流れが変わるんですけどね、かっこいいバージョンで、こう、リズム、かなりかっこいいリズムになります。そして、ここまで来たら、サビ1行きます。で、ここでさっき言った止まる。で、サビ1、ここまで来たら、今度ラストに行きます。ビリビラ、涙の数だけで、はい、これやって、終わったと思いきや、ここ最後見て。イントロの、でーてでれでれでーてでーてでーてのやって終わる。これがガズレレオリジナルアレンジでーす。やったー。さあ、ちょっと出てくるコード、見てくる今日コード6個ですよ。言っていきます。C、A マイナー、F、D マイナー、G7、E マイナー、7の6個のコード。嬉しい。今映ってるこの6個のコードはガズレレではね、超簡単入門コードのグループとして分類されている。これです。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めた人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ。10個もあんのかと思うかもしれないんだけど、入門コードだから1個ずつ見たら超簡単。だけど、バンと1個ね、初心者の人が10個いっぺんに覚えようと思ったら頭がごちゃごちゃになりますから、押さえる場所と名前がごちゃごちゃになる。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃわかりやすくて楽しい動画。概要欄に貼っておきます。はい、それではかっこいいバージョンの解説入っていこうと思うんですけど、さっきのシンプル簡単バージョンの戻ってくる2回目に来る決めのところをちょっとやっておきますか。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ビービラ止まって。きっとだ。伸ばす。もがか。伸ばす。ねーの。ダン。ウォンか。ゆっくりダン。ダンってここから。ダン、ダン、ダン、ダン。だけど、こんな感じでやってみようと思います。かっこいいバージョンではここもっとね、ものすごくゴージャスになりますからね、ちょっと見といてください。はい、そしたらここからかっこいいバージョンの解説やっていきます。これはね、かっこいいバージョン、コード全く一緒。だから弾き方がちょっとね、変わります。いっぱいありますよ、今日は。いきます。はい。今日出てくるリズムはこちら。8ビートのチャが、これがほぼほぼ主体なんですけど、ダウンビート入ってきます。これが、16ビートのチャが参考になるということで、いつも紹介させてもらってるんですけど、リズムがドンと落ちるダウンビート。あとはですね、カッティング。これは今日は外せないですね。あとはシンコペーションが出てくるよということなんですけど、今日はなかなか深いリズムでございまして、今映ってるこのリズムなんですけど、概要欄に弾き方、解説の URL 貼っとくんでね、ウクレレでできるリズムのいろいろという URL 貼っとくんで、そこからですね、それぞれのレッスン動画、もう分かりやすい動画になってまとまってますんでね、分かんないリズムがあったらそこでちょっと練習していただければというふうに思います。まずメインのリズムは8ビートのチャなんですけど、ちょっとね、今日ね、これも紹介した一応、ブリッジミュート。今日はね、かっこいいバージョンで取り入れないんだけど、後でもうちょっとね、深めたい方のために解説しておきますということで、まず普通に解説をいきます。まずイントロなんですけど、これね、頭打ちのリズムってことで、いきなりカッティングが出るんですけど、やってみます。イントロ。ワン、ツー、スリー。でーで、ブレンブレ、ダッタ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 ッ。音止まってるでしょ。左手見て。左手で、弦に触れて音を止めてる。これはカッティングって言います。ムニムニしてるでしょ。これがね、結構ね、簡単そうに見えて難しい。これカッティングもね、さっきのリズムいろいろのところで濃厚解説してるんですけど、これ、ドラムで言うと、パッコ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 、このね、勢いがあるんですよ。このリズム、ちょっとね、この曲にはもう欠かせないです。ちょっと止まればいいですからね。ちょっとね、チャレンジしてみてください。これやんないと、で、ちょっとね、切りたいんですね。はい。切れよくできると最高です。で、A メロなんですけど、これは8ビートにしちゃってシンプルに。泣きながら、シンプルで、このドライブ感がたまらないんですけれども、ここで、
さっきちょっとご紹介したマニアックに行きたい方はブリッジミュートがおすすめです。今日のかっこいいバージョンではやらないんですけど、ちょっと番外編として解説しておくと、ブリッジミュートっていうのは、さっきのリズムいろいろところに解説がありますが、ここの白いところ、弦がこう出てるところ、ここに手のこの部分をこういう風に当てて音をくすぶらせる。C で弾いてみると。これをブリッジミュートって言います。これね、ちょっと難しいんですよね。で、これやりたいけど難しいという方多いんで、解説動画も貼っておくんですけど、ちょっとこれの方がね、本当はかっこいい。やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。真夜中に泣きながらとあった。ズツツツ、ダンズダー、ズツツツ、ダンズダー、ズツツツ、ダンズダー、ズツ。こんな感じです。じゃあ、ズツツツ、じゃあ、じゃあ、ズツツツ、じゃあ、じゃあ、ズツツツ、じゃあ。これだと本当の、原曲に近いんですけど、これかなり難度が高いんで、ちょっと今回は取り入れてないんですけど、ブリッジミュートをやってみたい方、ぜひ。はい、やってみてくださいと。今回は8ビートのチャでいきますよと。はい、そしてこれずーっとシンプルにいくんですけど、ちょっとね、面白いところで B メロの一番最後で、ワウ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 つってサビに入っていくんですけど、このワウ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 は、イントロと同じカッティングで、これですね。ちょっとね、消えてしまうよからやってみようかな。消えてしまうよ、ここですよ。ワン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 。はい。で、サビに入っていくんですけど、なんとここで、必殺の決めフレーズを弾いていきます。もう解説しちゃいましょう。タブ譜を出します。一瞬芸ですよ、これは。もし余裕出てきたらやってください。もし余裕なかったら、ワン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 、ワン、ツー、スリー、ビリーグラム。今度はちゃっちゃっとボディヒットでいいと思うんですけれども、はい、このフレーズタブ譜をちょっと見ていくとですね、まず、これタブ譜の読み方わかんない方、概要欄にタブ譜の読み方の URL 貼っとくんで、これマスターします。いきますよ、そうそう、2弦の3フレット、1弦の0フレット、1弦の2フレット、また2弦の3フレット。これで、前半です。最初からいきます。せーの。これが前半。後半は1弦の0、2、3、5です。フレーズでゆっくりやると、最初からね。はい。このフレーズ。ドゥダリ、ドゥダリダリ。これを、ほんの一瞬、このぐらいの隙間に、ドン入れちゃいます。ちょっとやってみましょうか。いきますよ。消えてしまうよ。ウォー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 。ビビラップ。すごいでしょ。この早技。早いんですよ。これがね、ちょっとこれは難しい。まあなんでこれかなりですね、マニアックに攻めたい人向けです。でもこのフレーズだけ面白いんで、まず練習してもらって。消えてしまうよ。ワン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 。ビービラップっていう練習でもいいと思います。とにかくこのフレーズを弾いてみるってことで価値があると思います。このタブ譜なんか見て、入れれるようになったら、こうちょっと練習してもずっとやってればいずれできるようになると。歌が絡むんでね。はい。そしてこの後サビになりますけど、サビもですね、ずっとシンプルな8ビットのチャなんで、今日はね、このドライブ感、やっぱロックバンド、ビートロックとかビートパンクって言われてますからね、このドラムが、チッチッタッチッチッチッタッチ、この8ビートの感じ、かっこいいんですよね。はい、この前のめりな感じ、前のめりだけどテンポが速くなっちゃダメみたいなとこありますけどね。はい、それでやってみようということでございます。で、感想をまた、サビが1回目終わったら感想の、テーンが開いて、その後、これがまた今日はね、素晴らしいリズム。ダウンビートが登場するんです。ダウンビートって一体何かというと、リズムがドカーンと落ちるっていうふうに、ガズレーでは表現してるんですけど、この時に参考になるのが、本当は8ビートのリズムの曲なんですけど、16ビートのチャというリズムがめっちゃ参考になるよというふうに表現しておきましょう。ちょっとね、この楽譜を見てもらいたいんですけど、何度夢に破れたら、これダウンビートで矢印が書いてあるんですか。こういうシンコペーションとリズムがズコーンと前に食い込んで、まあ、来るんですけど、ここのところちょっとやってみるとですね、ワン、ツー、スリー、ポン。何度夢に破れたら、ダポーン、ダスト、パン。女の子は本当。ここから8ビートじゃん。ここかっこいいでしょ。これは16ビートのチャのリズムがすごい参考になるんですけど、ちょっと、チャの位置が面白いでしょ。ダンダダカチャタン、ダカダカダンダダカチャタン。こんな感じにしたいですね。ダー、ちょ、もう一回 F から。ダンダダダチャタン、アップで Em7。ダンダダカチャタン、ダスタダカダカドンドダダ、アップで G7。F からアップで Em7。はい。このリズムはね、かなりちょっとね、レベル高いです。ちょっと超ゆっくりいきます。ワン、ツー、スリー。ダンド、夢に破れ
はね、練習が必要。これ、このリズムは16ビートのチャがちょっと参考になるんですよ。手首の振りとしては、ドン、チッと、パン、チッと、チッと、チッと、パン、ドン、チッと、パン、チッと、スタス、パン。こんな大きいリズムになるんですけど、ちょっとアレンジとして、チャの位置を、決めっぽくしてみたというような感じですかね。はい、ちょっとじっくり聞いて、まあ、なんつうのかな、参考にしてください。一応この雰囲気はいいと思う。とにかくダウンビートで、ドーンとリズムが落ちるというのを表現しております。はい。そしてその後、本当に強くなるのの後に、ちょっと本当はもうかなり難しい決めをリンドバーグはやってるんですけど、今回はガズレレの、ちょっとミドル級の難易度、中級レベルのアレンジでいこうと思います。本当に強くなるのかな。本当に強くなるの。次ですよ、ここ。スタート、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 ダガダガ。こんな感じです。チャパー、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 ダガダガ。G7 のまま。チャタッタ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 カタカ。要は3連の決めですね。トマト、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 玉ねぎ。こんな感じです。トマト、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 玉ねぎ。こういう感じでいきます。トマト、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 玉ねぎ。こんな感じです。タンタ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 タカタカ。チャの位置も。タンタ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 タカタカ。なおさらここにカッティングを入れると、タンタタン、チャタンタタン、チャって感じになります。これができたら完璧なんですけど、ここはまあノリがやっぱ大事ですからね。あんまり細かいこと気づいて、テンポも早いんで、ダンズ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 ダカダカ。はい、ここちょっと3連っぽい決め入れていきましょう。そしてまたサビに戻るんですけど、ここで決めがちょっとこうテロップを見てもらうのが一番早いと思うね。止まりながら弾きます。アンツースリーフォー、ビビラン止まる。きっと誰もが悲しみの欲を抱えて、ダダダダダダダ、だけどノンストップ。はい、ここのシンコペーションのところですね。ここが矢印マーク、こう、ダン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 だけ入ってきますからね。これでから分析すると、ビリービラン、ここずっと止まってるでしょ。で、きっとダ、レーモがで、ダダで止まる。レーモが悲しみ、G7 伸ばして、この次が難しい。トトパー、トトパー、これはカッティングですね。トトパー、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 左手でツツパー、ツツパー。欲を抱えて、ダガダガ。A マイナーで、ダガ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 ダダ。はい。ここちょっと盛りだくさんの決めですけど、バッチリ決めていきましょう。あとは、駆け抜ける。最後まで駆け抜けていって、イントロのフレーズをやって終わる。なかなかね、俺バンドの曲って決めが多いんですよね。バンドってね、やっぱその決めこそがこのバンドの、なんていうのかな、一体感を高めるんで。まあ決めたいところは決めたいですよね、ということで、なかなか大盛りなんですけど、なかなか楽しいですよ。最初からちょっとできないかもしれないけど、パートパートで練習して、後でグッと引っ付けて、このね、世界観高めていきましょう。まずね、ゆっくりでいいんでね。はい。そしてやっぱりこの時代感、元気もりもりですよ、皆さん。もうこれから俺たちは行くぞという時代感が出てると思います。ものすごい活気がある。世の中がこれからもう行っちゃ、なんかどうにかなっちゃうぐらいの景気がいい時代ですから、それは音楽はもう再現してますね、皆さん。未来が描ける、このパワフルな曲。この感情と共に歌う。これ忘れちゃいけませんよ。さあ、それではやっていきましょう。リンドバーグの Believe in Love ガズレレレかっこいいバージョン。もりもりパワフル疾走感満載でやってみる !1、2、3。涙と待っている
きっと誰もが悲しみの夜を抱えてる。だけど Not stop believing now、 夜は必ず新しい朝を連れてくる。 Believe in love、 涙の数だけ強くなれると信じたい。 Through the night together、 What do we hold down、 Down, down, down、 Down, down, downリンドバーグ Believe in Love ガズレレルかっこいいバージョンやってみました。もう凄まじくこう気持ちがいい。もうなんかなんつうのかな、このエネルギーがですね本当に伝わります。しかももうサビももうエネルギーが必要です。歌い切るのなかなかね息する場所がなかったですね。この辺もねちょっと分析しながら楽しんでやっていってください。さあお知らせです。さあ本日からですね皆さんカズがいつも使ってるこの G ラボのウクレレたち、販売予約受付期間に突入しました。4月後半の受付期間です。概要欄にそのねホームページの URL 貼っとくんですけど、今回はですね最近登場したこの10周年モデル、これの予約も受け付けておりますからね、ぜひ今回もうものすごいことになってますから、そのホームページをご確認していただきたいのと、先ほどもお伝えしましたけど、このこれがです、今、長島で、三重県長島でポップアップショップ今日と明日オープンしてます。そこにはなんとこの10周年モデルの展示がありますから、はい、そこで予約もいただいて、思想とか、フルラインナップの思想とか、もうすべてのラインナップ、試せますからね、ぜひ、行ける方行ってみてください。よろしくお願いします。2023年ガズレレ生誕10周年ということで東京名古屋大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定です。5月の14日日曜日吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんでぜひ、予約してください。待ってます。そしてねガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますので、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもねガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではねバイバイ。